日は世界的に有名なあの書道家峰真嗣先生にインタビューしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。峰先生、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、峰先生といえば、はい、先日発売されましたこちら筆おろさずがすごいあの大ヒットということなんですけれども、こちらの筆おろさずには峰先生の書道家としての生き方や価値観が詰まっているとお聞きしたんですけれども、峰先生がこちらの筆おろさずを書くに至った経緯はどういった経緯なんでしょうか。はい、僕がですね、書道家として50年歩んできたものをですね、ぜひ後世に残したいと思い筆を取るに至りました。なるほど。峰先生といえば、子供のうちは喧嘩をよくしなさいとか、親はこの面倒を見るななど新しい価値観を築かれてきたと思うんですけれども、こちらの本にもそういった価値観が詰まっているということなんでしょうか。そうですね、僕が一番伝えたいことはですね、書道というのは半紙に筆を下ろしたところからではないんです。その書をしたためようと思った瞬間からが書道なんです。はあ、なるほど。例えばですね、はい、ご飯を食べている時や、うんうん、お風呂に入っている時でも書をしたためようと感じたら、もうすでにそこから書道は始まってるんです。ああ、書道をやるに至ってあのそこまでの経緯だとか心意気が大事だということをおっしゃってるんですね。そうですね、文字には、その時の気持ちや生活すべて出ますからね。なるほど。その他にはこちら何か書いてあったりとかするんですか。そうですね、僕の恋愛観などもこちらに書かせていただきました。峰先生の恋愛観ですか。それは気になりますね。少し教えていただくことはできますか。そうですね、こちらですね、はい、例えばですね、うんうん、セックスとはですね、行くことは一個のイベントであって目的ではない。目的はあくまで仲良くなることである。はい。すごい朝からね、あのちょっと大人な感じになってしまいましたけれども、これはどういった意味なんでしょうか。ですね、セックスというのはですね、あくまでコミュニケーションの一つであって、行くことが目的ではないんですよと。仲良くなることが大事なんです。まあですね、真実の愛を伝えるセックスというのはあります。ただ、ほとんどが愛を伝えるためのポーズなんです。うん、9割以上がポーズです。セックスというのは。だからそのセックス一つで、傷ついたり落ち込んだりはしないように、セックスを通して仲良くなっていく。それが大事なんですよ。なるほど。ここで一番勘違いしてほしくないのは、はい、セックスは性感帯を探す遊びじゃないんだぞということですね。はい、すごい。朝6時に聞けるとは思わないお話ばかりでしたが、はい、本当にありがとうございます。こういったね話を聞いて私も締まろう、身が締まる思い、あ、違います、気が引き締まる思いで、お話聞かせていただきました。さあ、最後に視聴者の皆さんにプレゼントする色紙を書いていただきたいと思います。峰先生、よろしいでしょうか。はい、はい、あ、こちらですね。はい、はい、ねえ、峰先生のどんな字が書かれるんでしょうか。おわ、すごい気迫です。世界的に有名な峰先生の書、これはね本当に貴重なものだと思いますよ。はい、はい、あ、いいですか。それでは発表してください。こちらですね。あ、ちょっとマジか。山というものですね。あ、山、はい、あ、や、山か、はい、人生山あり谷ありということですね。はい、皆さんも、仲良く頑張ってください。はい、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後はお天気コーナーです。ビンビンくーん。